まさか、まさかの熱々じゃん、しかも映像で見たのよりでかい、みんなでかさ、これはすごいね、でかっ、でかい、これが卵2個分、そうそうそう、でかい、これだから一皿食べたらもう結構腹パン、お腹いっぱいになるよね、だから頼めないですよ。だからな。あんたその体で何言ってるか。食べますけど。食べますけど。見かけ倒し。普通の人、普通の人なんですよ。なんかプロレス。面白いな。じゃあ奥さんは何だったんですか。奥さんは一緒ぐらい食べます、ね。一緒ぐらい食べます、ね。奥さんと。1で一皿多くしてるんですよ。1でね。え、これ。シャリ入ってんだよね。ペロッとするの入ってます。え、じゃあ割っていいよ。あ、本当だ、入ってる。ほら、ほら、ビュー。あー、入ってる、入ってる。こういう、ほんのちょっとだけ。そうちょっとだけ入ってる。まあまあ熱いですかね、これさ。熱いよ、これ。シャリが出ちゃうな、これ。どうやって柔らかさがすごそう。シャリが出ちゃうな、これ。あ、全部出ちゃう。まあ出ちゃってもいいわ。そういうもんだ。あ、そんなに。うん。おお。おいしい。おいしい。うん。やばい。やばい。おいしい。やわらかい。おでんげんでもなっちゃってます、ね。え？おでんげんでもなっちゃってます、ね。大根とかおでんとか上手ですよね。ダチョクラブでやれ、ね、だから、うん、でも美味しい、いただきます。わ、ほんと熱々です。安定の美味しさですよ、うん、あ、もっと甘いかなと思ったんですが、こんなに甘さとかない。だしが効いてますよね。普通だし巻きだとちょっとあのお子さん向けに甘くするんですけど、ね、ここはやっぱ大人にも帰ってもらいたいということで、結構あの甘さをしてくれて美味しい味です、ね、あのお寿司で冷たいのがちょっと、うん、こういうの間に挟むと非常にいいと思います。これに納得ですか。納得ですね。納得。これ結構ビール飲んでおつまみしてる人もかなり多いんです。いるでしょうね。やっぱ厚卵ってまあ変わらず人気はあるからね。はい。あと卵にはそのお寿司屋さんに必要かかるとよく言うでしょ。玉ですか。玉を見ればここのやっぱりいいな。回転寿司がこれだけやっぱり、ね、卵焼きを食べて焼いてる回転寿司は他にない。一番でかいからね。意外に言葉さんって東海だけの回転寿司だけどいろんな日本一持ってますから。そっか。例えば生マグロ買いたいと思う、うん、卵焼き数日本一。なるほど。エンタメ日本一。うわぁ、東海地方のだけども日本一。これだから途中で醤油かけてもうまい。あ、そうか。あ、いい、ね、で塩もいけるし、塩もいけるし、うん、美味しいよこれ。これはただお腹いっぱいになるの大丈夫。これみんなでシェアしてもいいんですかね。そうですね、うちもシェアしてます ね。シェアしてますか。ええ、いいですね。あなたはシェアしちゃダメです。だから食べないとダメなんですよ。